絶対なんて言ってると釣れないんや。適当に釣り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 決めることが大事。さっき俺に教えてもらったやつだよ。そうだよ。改めて今おめでとう。ありがとう。嬉しい。かわいい。そうだね、うん、小ぶりだね。なんかすごい透明感ある。わかる。暴れてる。かわいい。喋らないと。声入ってるかな。もうフグの針外しにちょっと苦戦してるんだけど、めっちゃだってめっちゃ噛んでるもん。意味わかんない。絶対針の形がさおかしくなるんだけど。とハゼ釣れました。ずるい。あ、取れた。すぐ逃がします。ちょっとだけね、遠くに投げるの。こんな止めていいよ。バッチリ取れた。え？お、でかい。でかいでかいでかい。やばいやばいやばい。やばくはない。やばくない？でかいでかい。すごい。おお。イエーイ。ちょっと最初のハゼよりも大きいのが釣れました。何センチぐらいかな？14、5センチぐらい。14、5センチ。うん、大きいよね。うん、大きいんじゃない。もっと大きいのいるらしいんですけど、頑張ってそれ目指します。それ使う。
違うから、手前、足元に。豆味じゃない？やばい。アジというか豆味。味がある。好きだ。イエーイ。はい。針2本あったんだけど、2本ともアジ。アジどうして、ちょっとアジじゃなくてハゼを釣ります。釣れますように。場所はいいんだけどね。しなくていいよ。ずっとそのまま糸張りながら置いといてくれれば。来た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 。あ、木のこと。まだ餌ついてるから、もう一回やってみようかな。ショックだったな。プリア。ほい。次が来たよ、ちゃんと。いいよ。待て。風。あ、風。待ちました。宣言通り釣れました。宣言してたっけ？え、うん。次は風をするって言ってた。おめでとう。一回ちょっと釣れなかったけどね。イエーイ。はい。じゃあ今日の釣果発表です。じゃーん。ちょっと少なかったかな、今日は。でも初めてハゼが釣れて、この取れてこの大きい子、私が釣りました。イエーイ。でもまあ1時間ぐらいでこれだけ釣れれば大量なんじゃない、うん、そうだよね。ちょっとなんかアジが迷ってきてるけどアジガールでーす。はーい。またハゼ釣りもう一回リベンジしに行きたいと。リベンジリベンジ、今度は、次はもっと大量に。大量だったよ。大量だったけど、これもっと大きいのも釣れるんでしょ。だからもうちょっと大きいサイズのを釣れるように次は頑張ります。今日のこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次の動画で、バイバーイ。